さ。失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。どうして。おいアルミン、どうして私がわからないの。生きられるのは勝者だけ。いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て。蹴散らしてやる。撤退はまだだ。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。次。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なのなら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせず、どうやって巨人に勝つ。次。そんな方法私が知るわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。ごめんなさい。蹴散らして。邪魔しないで。蹴散らして。捕らえた。しのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。ミカサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも分かったよ。感謝する。救援要請か。待ってろ。味方が苦戦している。行かないと。マルコ、失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろ。僕は任務を続けるよ。僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。かっさばいてやる。避けられるのは勝者だけ。狙う。コニーのやつ、巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。ごめんなさい。コニー、無事でよかったぜ。怪我はないなら一緒に戦って。ああ、けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。面談やばいってことだよな。かっさばいてやる。兄、撃。散らしてやる。人間の恐ろしさ思い知れ。蹴散らしてやる。かっさばいてやる。捕らえた。潰す。落とした。ミカサ、悪い。狙う。ここまで来て。次狙う。ごめんなさい。まだ、しちまった。ありがとうよ。狙う。もう一押し。狙う。ミカサ、作戦は？エレンはどうなっているんだ。エレンが暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないのでエレンを守っている。僕に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。アルミ、私のそばを離れないで。落とした。潰す。邪魔しないで。潰す。エレンは私が話しかけても反応がなかった。もう誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。狙う。潰す。次。感謝する。私も行くわ。一緒に行かせて。蹴散らしてやる。潰す。生きられるのは勝者だけ。潰す。感謝する。ついてきてほしい。私も行こう。かっさばいてやる。次、僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル、横10センチ。大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。ハルミ、ネル、聞こえるか。ここから出てくるんだ。お母さんの敵はどうした。それに僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろう。俺がこの世に生まれたからだ。あとはエレンを扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死守せよ。エレンに巨人を近づけるな。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。無理やり接近してでも巨人どもを俺たちに引きつけろ。助けないと。さばいて私も行く。ガサガサ、なんであんたがここに。今は一人でも多く戦力を増やしたい。一緒に来てほしい。いい、乗った。エレンは岩を持っているから他の巨人に反撃するのは無理だ。エレンは私が守る。散らして。 巨人が入ってきたぞ。聖杯は他の巨人で手一杯だ。僕らでやるしかない。次。捕らえた。 本当だな。戦わなければ勝てない。 Let's go. 生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。戦え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 。みんな死んだ甲斐があったな。人類が今日初めて巨人に勝ったよ。